ばんは。高尾彩花です。今日は23時からのミュージックブラッドを一緒に見ようの回です。ドキドキ。わー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 、クマクマロック、わー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 、すごいぞ。びっくりした、クマロックすごいロックだった、ペダルみたい。書いとこうかな。23時から「ミュージック」。私思ったんですけど、あれやん、音割りで見れないなと思って。そういやだけ無音で見るんですけど、音流せないんですよね確か。イヤホン。テレビにつなげるイヤホンってこと？私イヤホン私持ってきてない気がするな。有線持ってきてないや。無線。無線ならあるけど。そう、しかもテレビ結構遠いですよ。待って、そう気づいてしまった。そういえば、結構遠いですね。そうですね。音出しちゃいかんか。まあでも無音でも楽しもういわちゃん、せいやんさん、ありがとう、かわいい。はんちゃん、しんじさん、トゥエールさん、ゆっきーさん、大西くん、いわちゃん、かわいい子ありがとう。
なおなおさん、ワンタロウマルさん、あ、かかしさん、ありがとう、あ、これロックマありがとう。ロックマ、ロックマ、あおちゃん、ロックオンさん、なりばあさん、いときんさん、ゆっきーさん、こなたんさん、こっぺさん、たてさま、ありがとう、ありまるちゃん、ありがとう。ガオです、ガオ。ロックマ、おつさやん。そう、インスタ投稿した。毎日可愛いですよ。いえ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 、こちらこそありがとう。インスタおしゃれやったー。今日はね、そう2個投稿した。もう投稿しちゃえってなって、でももう今いっぱい載せたいものがいっぱいあるからな、という感じです。やったー。ちょっと固まってる、ちゃんと見てね。涼しい、今日って夜涼しいですかね。私今日冷房つけたくないんですよ。うん、ミュージックバート高尾さん出ます。おいしょっと。私今日ね、そう冷房つけたくないんですよ。なんかさっきつけたんですよ一瞬、したらなんかすごいいい、あの香りがした。すごい香りがした。つけた瞬間にね、なんかんってなって一瞬だけした。その匂いの原型は分かんないんですけど、これはあって感じで、あってなった。そうですよね、多分慣れるんですよ。それが部屋に充満さえすれば、まあね、慣れるんですけど、慣れるまでは結構っていう。もう一瞬だけでもちょっと充満したんですけどね、今ちょっと慣れてきてるのかもしれん。原型はつけんとこうと思って。そうなんです、びっくりしちゃった。いろいろある。
一人ですよ、一人部屋ですよ。最近一人部屋多いな。え、寂しいよ。めっちゃ寂しいですよ。初めて見に来ます。おお、待ってます。頑張る。そう、この前1週間一人部屋だった時もね、本当になんか4日目か5日目ぐらいからね、いつも私そう一人暮らしなんですけど、やっぱりなんだろう、やっぱ土地がね、自分の家じゃないとちょっと違ってくるんだろうなと思います。寂しいですよ。うん、家だったらまだいいけど、でもそう、今日はなんか寂しいからパちゃんとパちゃんと一緒にいようと思ったら、やだって言われた。ピエンピエン、パちゃんに振られた。一番許してくれそうなパちゃんが。私今日ね、そう、今日ドアをね、ここのドアを、部屋のドアをね、なんか一回出て、で忘れ物してから取り行って、もう一回出ようと思ったら、で出た瞬間に結構勢いよくパッて出たんですけど、一瞬で「ん？待って、やばい、カードがない！」と思って、その瞬間ありえない速さでわっってして、ありえない速さでバッってして、ことなき言えたんです。セーフセーフ。間に合いました。間に合ったよ。それが、私がそうやって勢いよくバーって多分開けたおかげで、ギリギリで、そうヒューってなる瞬間にね、そう開けてから危なかった、本当に。それが本当にパチャンって閉じるとこやったってパチャンに言ったら、めっちゃめっちゃなんか面白かった。パチャン。いう話をパちゃんに話したのよ。そしたら思いのほかパちゃんが反応してっていうね、面白かった、ウケた、めっちゃ面白かったよ。うん、めっちゃ笑ってくれたよ。いや、その瞬間の2人にしか分からんこの面白さは。そう、ドアをパチャンパチャンとパチャンと閉じるっていう話をパチャンと話したいよ。面白い。え、そうだよ。思い出して笑えるぐらい面白い。私にとっては結構ツボよ。これは私のツボですよ。確かに皆さんにとっちゃ明日の5日にちょっとじわじわ来るかもしれん。明日思い出してみて、
私がこの楽しそうにあのパチャンと閉じるあのドアをパチャンと話したっていうことを明日のいつか思い出してみてください。多分じわじわして絶対笑うからはい一回温めてみてくださいだか明後日か、まあ、いつでもいいけど。あ、かかしさん、これロックマンありがとう。947日ロックマン。そう、ロックに頑張りますロックマン、ロックマン、ロックマン知ってるよ。うん、ロックマン、あれも、あれもありがとう。ラブのタオルも。みつるんさん、ただちぃさん、学級委員さん、くにひこさん、あれなんだっけ、ミラボールありがとう。あとあと何分か、ちょっと時計が壊れてるの。あと12分か。ひえー、ひえー、楽しみですね。ドキドキですね。あと12分くらいか。いや本当に STU をねこんなにフューチャーしていただける番組ってなかなかないと思うのでね、ほんと。あや、あ、いたいた、家族にも言った。え、なになに？なになに？そうそう、スタジオ出演もあのしてますので、ツイートも、そうツイートもしてくださってますよね。メンバーもみんなしてるし、公式もしてるし、ミュージックブラッドさんのアカウントもしてくださってるし、写真がすごいなんか綺麗でね、あのなんか撮影中のショットみたいなのがめっちゃ綺麗、めっちゃいい写真やん。写真 4K 可愛いと好きだよ。あ、あれね、あれですよね、セリフ恥ずかしいやつ。言えた言えた。
レンド入りしたい、トレンド入りしたい。ありがとう。え、小魚さんからメール来た。来ましたね。私も今月も継続しておりますので。すいません、撮ってますよ。しかも今月からちょっとひなのさんも。そうですね。一回そうなんですよね。カウントダウン TV さんがね、見送りになっちゃったから。その分、ね。頑張ろうって。また呼んでもらえるように頑張ろうって思ってます。カフェもね、そうそうそう行きました先日。楽しかった、美味しいし、美味しかったし楽しかった。待って、予告出た、待って待って、設定しとこう。金曜ロードショーの次ですかね。モンスターズインクの月、今回は2曲ね披露させていただきます。そうだね、一緒に見るのって結構あれだよね、なかなかなかったかも、あんまりなかったかも。そうなんですよ、今回そう2曲、花あだやのものと、あと日向坂46さんのキュンをね初カバーさせていただきます。今日は一緒に見ようと思います。一緒に見たいなと思って、そうめっちゃね、あのね、私ねすごい好きな曲なんですよ。カラオケ配信とかでもよく歌ってるし、でもいっぱいね、あのメンバーと一緒に練習したりとか、いろんなファンの方にもいいねって思ってもらえるようにね頑張ったので、ぜひとも
そうですね。何卒、そうですね。何卒よろしくお願いいたします。ドキドキするね。何どうぞ。リンさん、キチネさん、ナオナオさん、ありがとう。みつるんさん、ありがとう。ゆたかさん、炭酸せんべいさん、もうすぐ、もうすぐ始まる、もうすぐ始まる。私こんな感じでいいのかな。あれやね、二重でファンの方見るとき二重で聞こえてきそう。でもこっちの方がいいか。あのなんかあれのなんだっけ、なんとか。来る。やばい。字幕、字幕、うん、始まる。あ、まだ。CM 中です。楽しみ。皆様ハッシュタグもぜひとも参加してくださいね。お、始まった。来たよ。うん、優先の音楽配信を中心に話題になっている瀬戸内のグループということで紹介されてますね。すごい優先。
同一のアイドル。見て見て、優先のランキング出ました。見て見て。来た。ダンスリリックビデオが流れてますね。嬉しい。しかもこれつい最近あった5周年コンサートの映像だ。お、またダンスリリック。うん、ナナさんがナレーション。最高すぎる、最高すぎ。お、映りましたよ、あのスタジオ。ユミリンさんが喋ってる。さやいます。立体的なセット。花は誰のままでのスタジオってあれですよね、初めてではないか。お、すごい並び、なんかお、アピール合戦が始まる。お母さん来ました。かわいい。年間20回は試合観戦しております。かわいい。イエーイ。予告でも、予告でもこれありました。ちょっと受けた受けた。お、マイキューさん、瀬戸内海の蠣のごとく閉じこもるということで、何のことだこれは。ちょっと私まだ知らないけど何が起きるのか。163センチですね、身長。え、え、マイキューさん、え、ま、マイキューさん、え、マイ、あ、マイキューさん、かわいい、かわいい、かわいいけど、あ、もう2歳からねクラシックバレエを習っていたということで、転がったり、転がった転がってる。すごい、普通転がれんけんな、普通転がれんくない。もしあのすごい頑張って入ったとしてもさ、転がれる、もうゴロン後ろでなんかなりそう。すごい特技。お、あかりんさんはゆみりんさんの大ファン。写真集もうすごいですもんね。
ゆみりんさん。後ろから後ろから出てきた。わすごいよ、全ページにサインが。40分間かわいいですね。かわいいですな。瀬戸内愛なのか。あ、ということでアピールの未公開はスマッシュ ということで。お、始まりましたランキング癖強い、みんな癖強い。来ましたね、波ね、波すごいよね、優先のランキングの。あ、出ました、空耳。あ、私いた私映った、ドラマの方のやつね。この日めっちゃ寒かった、この日この歌ってる時めっちゃ寒かった。あ、空耳ですね。今東京を世界から消したいの、都会に嫉妬しすぎすごいやれ、すごいやれてる。大きさん、すごい指摘。大きさん、さすが。秋元先生がね、あの出られてたミュージックバッドね、もう録画して見ていたので、これすごいね、なんかね響きましたね、この言葉。めっちゃ深い、めっちゃ深いですよね、すごい素敵、そうだなって思いますもんね。じゃ、え、ナナさんトレンド入りしてる、え、ナナさんトレンド入りしてる、あら、みっちゅさん今ミュージックブラッドさんを一緒に見ています。そう、明日ですね、8月6日、うん、もも、あいこ、アリサ、サラピ、映ってる。始まった。
ちゃいい。花がある。見入ってしまいますね。ありがとうございました。花あだやなものありがとうございました。ふー、はい、 CM 入りました。ありがとうございます。スタジオもね、準備していただけてね、嬉しい。よかったです、ありがとう。気合入ってた？もう入ります。そうですね、ありがとう、ありがとう、嬉しい。リアルタイムで感想を聞けてる嬉しい、よかった。あ、ありがとう、嬉しいです。やった、よかった、ありがとう。お、始まった。おー、うん、かわいい、あざとかわいい、かわいい。運命的な出来事が起きた。むむ、一体何が。お、これはショールーム、これはショールーム。ゆみりんさんの配信、これはこれは
紹介してくださってる、ゆめりさんが紹介してくださってる。心をつかんだ。あ、ありがとうございます。バグってるだからいや、バグってるのかなと思いますよね。私も一回たくさん来てくださった時、ちょっとそう、一瞬バグかなと思ったもん。すごいですよね、このね MV もね。いっぱい見た、キュンのいっぱい見た、夜中もいっぱい見たし。皆さんなんか推しメンを言ってますね美依さん、映りましたね。って言われてる。どうして、どうして、来た。てるるてるるてる。みんな可愛いんだけど。キュン。
私はもうキュンが止まりません。私はもうキュンが止まらん。なんだボイストレーニング。キュンが止まらん。どうでしたか。キュンキュンしましたか。やった。キュン。キュン。ありがとうございます。もう優しく見てくださりましてありがとうございました。ピコリ、皆様ありがとうございます。嬉しいです。ありがたい、ありがたい、ありがとうございます。ね、STU のあれはもうあれかな、終わったかな。そう、やった、ありがとう。いやもう本当にカバーをねさせていただけて、もう何だろう、やっぱりここまでね、アルプしました。嘘嘘、あカバー、いえいえこちらこそです、ありがとうございます、嬉しい。嘘、一瞬止まってた、やだー、結構喋ってたの。やだん。そう、なんかなんだろう、なんか本当に奇跡の重なり合いというか、なんか今までのことがこう少しずついい風にね、つながっていけばいいなって思います。うん、スマッシュもねぜひぜひ見てくださいね。未公開な分がありますので、うん、あらありがとう。配信でしか知らんかったけど、あテレビで見ましたか。どんどんねこういろんなチャンスをこう掴んでいって、もっともっといい方向に行けば嬉しいです。やってた。コメントたくさんありがとう、びっくり、嬉しい。嬉しい。ありがとう、可愛かった、ありがとう、嬉しいです。そう、さやの声入ってた、やばい。録画してっていうの、さやの声めちゃくちゃ良かったです、ありがとう、嬉しい、頑張ります。こ
これからもいっぱい頑張ります。最高でした、ありがとう。カバいいえ、こちらこそ、こちらこそです、ありがとうございます。優しく見てくださりまして、もうめっちゃ嬉しかったです。何回見やった、泣かれた、ちょっとでも全部ね、なんか本当にね、あのユミニーさんがね配信でST のこと紹介してくれたりとか、あと優先のランキングとかも関わってきて、でもそれも全部ねファンの方がいてからこそなんと思いますので、ありがたいです、本当に。あ、そうですね、私斉藤京子さんのポジションにでした。ちょっとサビはちょっと変わってたけど、うん、イエーイ、難しい、もう体に染み付いてる。日向坂さんは今あのトーク撮ってるのは小魚さんとひなのさんです。うん、練習した。その時はね、そうなんですよ、なんか知ってる方も いたんですけど、5周年コンサートとかなんかねたくさんある時で、あ、そう、ひなのさんもあれ。密かにちょっとトークを、はい、見させていただいてます。かわいい、嬉しい。ギフトもありがとうございますね。ちょっと、あら、どなた、ひろとさん、プーチンさん、たてさま、ありまるちゃん、キュン、ありがとう。確かにここで言ってしまったら密かにではないか。カバー嬉しいって言ってもらえることが本当に嬉しいです。めっちゃありがたいです。スマッシュなんかアプリだっけな、スマッシュ、あ、こんばんは。アプリですよね、そういうアプリがあってそこで未公開のとこ見れます。すごい良かったです、ありがとう。これ見に来てくれとるんかな、もしかして。なんかいろんな方が来てくださってるんですけど、これ配信見に来てくださっとるんかな。いえいえ、こちらこそ、ありがとう。こんばんは。うん、いろんな方が来てくださってる。ありがとうございます。ね。はじめまして。ST48 の高尾さやかです。
じめまして。ありがとう、嬉しい。ずっと見てました。嬉しいです、ありがとう。ずっと見てました、ありがとう。ね、嬉しいです。いえいえいえ、うん、あら、ありがとう。でもそう、瀬戸内を中心に活動してるけど、最近はあの関東とかも多いですよ。めちゃめちゃ可愛かったです、嬉しい。おお、トレンド4位、すごいすごいすごい。ミュージックブラッドトレンド4位、スクショタイム。かわいい、かわいい。好きだよ。ドゥ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 。そう、ナレーションナナさんももう嬉しすぎる、それは本当に。ゆうさん、ありがとう。まるともちゃん、つぎけんさん、かかしさん、バルボンさん、にゃーすけさん、つばさわなんちゃらさん、まさとしさん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。そう、明日とね、あさって、うん、棋譜に出演させていただきますので、こちらも機会ありましたらぜひぜひ見てください。配信もあるね、うん。いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ嬉しいです、本当に。初カバーできまして。うん、ぜひぜひ近場でライブあったらぜひぜひ来てください。よろしくお願いします、ぜひとも。こんばんは。キュン、よかった。あ、待ってます待ってます、うん。わお、お城来た。コータルさん、あら、ありがとう。コータルさん、お城ありがとう。あ、ツイッターのフォローもありがとう、嬉しい。ツイッターとね、インスタもしてます、ぜひ見てください。岐阜で初めて ST 見る予定。おお、そうなんだ。予習した方がいいこと。え、あれ、ペンライトとか。ペンライト、あの、私赤と黄色ですので。赤と黄色にしてくれたら、あの、いっぱい見ます。あ、フォローありがとう。そうです、そうです。キュンのセリフ好きだよ、好きだよ。で、待って待って、好きだよ。テテ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 、明日のティフ、あ、サヤいますよ。瀬
当時 PR 舞台として。明日は当時 PR 舞台としてて、明後日が ST48 とキャンキャンルームとコラボの、そうです、赤と黄色で。そうなんですよ。明日はスマイルガーデンと、明後日はの STU では、ホットステージだ。明後日はだから明日はの瀬戸内 PR 舞台はスマイルガーデンです。うん、気をつけます。なんか本当見てくれてありがとうございます。みんなずっと見てくれてる方もありがとう。サヤンばかり目で追ってたって、あら嬉しい、あら嬉しい。そう、お台場だね、お台場。すみません、やっぱりすごい、すごい、すごいですか。一緒に見てくれて、いえ、もう本当に一緒に見てくれて嬉しかった。ありがとうございます。やった、よかった。本当だ、1万人超えてすごい。ポジションは斉藤京子さんです。こちら、俺コタルさん、ありがとう。お城、お城ありがとう。おめおめ、ソウルメイトさん、カー君、テルさん、ありがとう。ちょっと一回更新しようかなと。イエイ。うん。カカシさん最高。まこさん最高、ありがとう。ブラボーも、パゲヤン、ロックオンさん、学級委員さん、ありがとう。ウバッチさん、マエキさん、ありがとう。何がいっぱいですか。私もそんな感じだ。今はもう胸がいっぱいでございます。花はダイヤのものもさ、もうね、伝わったかなって、そうだといいなって思います。あー、ありがとう、こちらこそ。キュンキュンです、キュンキュンです。よかったよって、ありがとう。リアタイできた、よかった。まだリアタイできてない方もぜひぜひ録画も見て、また感想を教えてね。
あら、ありがとう、嬉しい。ごめん、なんかコメント全部見れてない、読めてない。ね、よかったです、ありがとう。 ST 何から見てたり、花はダイヤのものの、ダンス MV とか、ありがとう、ありがとうございます。ね、実況配信できてよかった。え、そうなの。うん、本当に最高でしたよ。スタジオでもね、ちょっと映れた。私少しね、そう話すところはあったんですよ、けど映ってなかったですよね、話すところ、話してるところはごっそりと。でも映ってた。未公開に、うーん、どんな話、なんか剣を披露させていただくことによってどう思いますかっていうところをちょっと私の気持ちを話させてもらってたんですけど、どうだろう、未公開、うーん、映ってないかもです。あ、でもあれですよ、でも普通に映ってたから、スマッシュの方もね、なんかね、そう別撮りでなんか多分アップ目で映ると思う。それも私、それは映ってるかはちょっと分かんないけど、そう手持ちカメラで寄りで撮ってるやつがある。でも多分それは映ってないかも。ちょうどなんかこう、なんていうの、真ん中の後ろって難しいからね。でも今日は本当に胸がいっぱいでございます。さや見つかってしまう。え？え？スマッシュってなんかアプリがあって、そこに今回のミュージックブラッドさんのね、未公開映像とかがそっちにあります。ありがとう、テレビで見て可愛いなと思ってきました。嬉しい、ありがとう、嬉しい、やった。ね、ツイッターとインスタもしてるよ。動画アプリ、それだ、動画アプリだ。いや本当にね、豪華なセットでありがたいです、本当に。
もう今日はこのまま、アイスでも食べて寝ようかなってぐらい一人で打ち上げでもして本当になんかありがとう、見に来てくれたりして嬉しいです。コメントあれ読めてないけど全部でも見えとる。うん、ご褒美アイスね。そう、余韻だ、余韻、これそれだ、余韻がすごい嬉しい。ね、コメントのスピードが嬉しいですよ。ありがとう。うん。かわいかった、ありがとう。あ、ちょっとこの後ハッシュタグ見えるのが楽しみです。録画いいね、録画してくれたのね。幸せな一週間だった、よかった。アンコール会場アンコール会場、うんね、ミュージックブラッドさんね、もう本当に感謝です。 ST 読んでいただけてめちゃめちゃ可愛かったって、やった、あらあら、リピ確定です、あらあら、最高でした、ありがとう、来てくれて。会場こちらです。ハッピーをしっかり表現してくれてました、よかった、可愛すぎて嬉しい。そうね、みーぱんさん嬉しいです、優しい言葉をかけてくださって。鼻だれも良かったですか、あらあら、ありがとう。なおきさん、ダブルさん、釣り犬さん、くみとらさん、なおなおさん、いっぱいありがとう。サヤンかわいいとツイートしたらミュージックブラッドさんの公式からいいね来て驚いたそれは驚くね、嬉しいですねそうなんだ、ちゃんとじゃあツイート見てくださってるんですよ、ミュージックブラッドさんの。みんないっぱいツイートしようみんなしよう、身内で語ってる、え、嬉しい嬉しい。天下統一、私可愛いって連投します、やった、高尾さんよろしくお願いしますっていやいや、もう皆さん皆さんよろしくお願いしますやばい、ちょっと今何時だ、あ、そろそろランキング読もう、時計が壊れとったんやった、イエーイ。1位かかしさん、2位2学期は学級委員さん、3位こうたるさん、4位いわちゃん、5位まこさん、6位ゆたかさん、
7位もっちーちゃん、8位まさとしさん、9位みつるんさん、10位なおなおさん、11位まるともちゃん、12位せいやんさん、13位こっぺさん。ロックオンさん、ゴジュアップくん、おたてさま、きちねさん、ひろとさん、ありまるちゃん、なおきさん、炭酸せんべいさん、プーチンさん、つりけんさん、しんじさん、ソウルメイトさん、ゆうさん、たんたんさん、あおちゃん、なりさん、たたちーさん、わんたろうまるさん、大西くん、おじさま、ひろったよさん、ぷちこさん、ありがとうございます。くもはさん、けいうさん、ありがとう。もう夜ですね。夜だけど夜ですね。うん、最初から夜でしたね。はい、ぜひともまたまたよろしくお願いします。今後とも。あ、本当に？あら、嬉しい。深夜ですね。また見に来ます。嬉しい。ありがとう。夜だけど夜。今は夜だけど夜だよ。見ましたよって。ありがとうございます。最高すぎた。涙が止まらない夜。あら。初めまして、ありがとう。今は余韻って感じです。キュン、よかった。やったね。見てきました。ありがとうございます。あ、フォローしたのでありがとう。もう一回見てる？早いね。感謝と喜びでと余韻でいっぱいです。可愛いと好きだよ。可愛い可愛い可愛い。いえ、こちらこそ。声が好き、ありがとう。嬉しい。さやか。確かに。これはたまらん。本当だ、たくさんの方ありがとう。あと4分ほど消えてよかった。あ、そう、最後のねポーズね、そう STA っぽく敬礼したんですよ。トゥルルントゥルントゥルンって感じで。そこがちょっと、そうですね、クリエイトボーイさん、そうしよう。そうそうそう、火のポーズが。そう、STU といえば敬礼かなってなって。確かに。
じゃあ、ありがとうございました。あと3分、あと2分か。花は誰のものもね、ぜひとも聞いてください。あと花は誰のもの公演も始まったので、ぜひぜひ。これから始まりますので、日程とかタイミングとか重なったらね。ありがとう。 ST48 の高尾紗友香でした。ありがとうございました。じっくりと寝てください。私も頑張ります。花はダイヤのもの聞いてね。バイバーイ。グッナイ。グッドナイト。